どうも、みつみつです。ラプラスが今作新しい技を習得したことをご存知でしょうか。歌方のアリアという技なのですが、もともとはアシレーヌの専用技だったのですが、剣盾でラプラスも習得可能になりました。ちなみに現時点でガラルに存在するポケモンで歌方のアリアを覚えるのはラプラスのみ、かつ卵遺伝技なので、オーラをまとったラプラスがたまに覚えているというのが唯一の入手方法なので、めちゃくちゃレアです。まあ、そんなレアなね、歌方のアリアの実用性はどんなもんじゃいっていう話なんですけども、まあ、基本的な威力、命中率は波乗りと同じです。まあ、違いとしては音技なので身代わりを貫通することができる。まあ、これはね、結構デカめのメリットなんじゃないかなと思います。特性防音で無効にされてしまうというデメリットもありますが、まあ、現状防音持ちで水技を打ちたい相手もいないので、まあ、そんなに気にしなくていいのかなと思います。まあ、そんなね、アリアラプラスでモンスターボール級からスーパーボール級にもうすぐで上がるっていう試合に挑んだ動画です。どうぞ。はい、というわけでガラシャさん、対戦よろしくお願いします。なかなか変わったパーティーですね。リーフィアとかキューコンとかね、ちょっと初めて当たるんで、まあ、ただキューコンで晴れさせてリーフィアでなんやかんやすんのかなっていう、地味になんつったっけ、あれ下から2番目のやつも僕タビパに入れてましたけど、ちょ名前がちょっと思い出せないんですけど、あいつもなランクマッチで当たるの初めてなんで、どうすっかな。ミミッキュとか、フェアリータイプがこれだけいる関係上、ちょっとジャラランが出しにくいですね。ジャラランがやめといた方がいいか。まあ、ロトム、ミミッキュ、ラプラスっていう、まあ、そんな感じの選出でいきましょうか。さてさて、ガラシャさん、対戦よろしくお願いします。いやね、こんな可愛らしい女の子なのにね、ちょっと凶悪なパーティーを使うんだなと思うと、僕は今すごく震えております。いやでも可愛いね、なんかあれだね、メイプル超合金の安藤夏さんみたいな色合いしてますね。うわー、色違いだ。はー、色違いってあんななんかやべえ色してんだな。まあ多分ここあれじゃない、なんかボルチェン同士みたいな感じになりそうですけどね。どうなんだろう。シャドーボール一回打ちますか。お、ハイドロポンプできた。俺ボルチェンだと思った。あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、これもう負け。フリドラで引っ込めるか。まあこだわってんだろうな。キューコン、晴れてしまうのが鬱陶しいね。ここでダイマックス水技打てればよかったんかな。まあでもこれでキューコン引っ込めて、ここでリーフィアなのか。ここでなんだろう、ダイマックスをなんかうまいこと操作してくるみたいな感じにやってくんのかな。なんかここ結構なんかシビアなタクみたいになっちゃって、僕はあんまなんかよろしくないような気はしますけど、ていうかあれか、ロトムで良くなっちゃったのか。もうそっか、ロトムで全部の受けが成立するようになってしまったかな。マジいな、これ次ロトムくせえよな。ちょっとダイアイス打ちますか。あ、引かない。マジか、俺絶対引いてくると思った。マジか、ここ突っ張んのマジで怖っ。最近のポケモン怖っ。まあでもダイアイスでも一発で取れないから、ダイマックスしちゃったら。ダイウォールここで切るんだ。ダイウォール切って、ダイウォール切って大草原、まあ一発ぐらい耐えると思うけどね。いくらなんでもこっちも、おーし、全然耐えてる耐えてる、いいよ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 。なんだけど多分こっちも一発で取れないんですよね。これは悲しいかな。
あ、取れるんだ取れないと思ってた。ラブラスってそこまで火力のあるポケモンじゃないので、僕としてもね、まだなんか倒せる倒せないの範囲が分かんなかったりするんですよね。倒せたんだ。この回復美味しいですね。次ハレーが来るでしょ、ボーイのハレボーイが来る。ハレボーイ来ないんだ。ハレボーイ来ないんですね。ハレボーイはまあ来ないにしても、どうしよっかな。でもこれ多分電気圧耐えないか。つってもこっちとしてもミミッキの皮を切れないので、フリドラ打つしかないですね。あ、波乗りでよかったかな。ボルチェン以外に電気圧あるんだったらここあれなんですけど、まあでもね、結局水も半減になるしな。半減になるっつってもまあねもうわかんねえわかんねえ、なんかもう考えることが難しい。ちょっとでも僕素直に行動しすぎてますね。少しもうちょっと、あ、ウルトラ3分の時はもっとなんか大胆な読みを決めれてたような気もするけど、それも今は昔っていうお話ですな。さてマジカルフレーム、まあ、一発は耐えますけど耐えないんだあー、やっぱ晴れから強いな。あ、てか等倍だ。そうだ、俺炎等倍だ。炎等倍や。さてこれどうしっかな。あー、研磨積みたいけど無理だよなこれ。ダメだマジカルフレーム、この技覚えてたっけ。シーダウンはまあいいとして、皮剥がれましてのちょっとダメージ暗いのシャドクロ、影打ちで無理かなこれ。あー、この回復分がうぜえ回復分がうぜえ。まあ俺も回復するけど、ちょっと影打ちでちょっと取れないとこれ苦しいぞ。取れろ頼む、取れてくれ。おし、取れた取れた。オッケー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 。でももうちょっと少しノーチャンスっちゃノーチャンスですけどね。どうだろうロトム。うわー、もう体力満タンなんだよな。いや最初のとこ変に考えるんじゃなかった。じゃあれ作れ、一発は耐えるべ、一発はな、な、オッケー、当ててね、なんとか急所に当ててね。おー強いおーやった、 ありがとうミミッキ様、大好きです、ホット大好きです。ぬいぐるみ500個買えますあー嬉しい。こういう勝ち方されたら俺はムカつくけど、決めた時は嬉しい。はい、というわけでトリスさんよろしくお願いします。ニンフィアいますね。なんかブイズ流行ってんのかな。で、あのヒーローみたいなやつもいるな。ただあいつ格闘4倍とかでしょ。だからジャラランガでかもれる可能性があるんですよね。てかジャラランガ割と通せそうじゃない。でもニンフィアは無理なんだけど、ニンフィア無理なんだけど、あー、ニンフィアいるんだったら鋼技入れとくんだったな。マジでニンフィアいるならいるって言ってよ。そうね、オーロンゲで壁張ってジャラランガでぶち抜いていくっていう作戦できるかな。ミミッキだ、史上最強のポケモンはミミッキ。もうこの酸性質ばっかりにしてるとさ、いろんなポケモン使えなくなっちゃいますよ。トリスさんよろしくお願いします。なんか本当はねもっといろいろやりたいんだけどさ、結局なんかこう弱い自分が出るとこの3人になってしまうという。イリキザン、あいつか。悪鋼だよね、切り刻んって。あれ鋼格闘だっけ。ちょっと待って、なんか見れたっけ。悪鋼だよな、まあ、格闘技持ってる可能性は全然ありますけど、まあラプラスなら一発ぐらい受け入れると思うんで、いきなり大魔切ってもいいんだけどな。
どうすっかなこれ。いや、ナットレー引くか、ちょっと一回。いやでも格闘技考えるんだったら別にナットレー引きって安定じゃないだろ。俺は何をやってるんだい。挑発、ああまあそれは別にいいや。僕のナットレー結構陽キャなんで、自分結構陽キャなんで、さてここボディープレスを考えてくるかどうか否か。ラプラスに挑発か。ラプラスを滅びの歌を歌う的な風なやつと思いでしたかね。剣舞、ほう、これタスキ持ってそうだな、タスキ持ってそうだな。この動きはなんか剣舞持ってるやつってタスキ持って不意打ちとかしてきそう。まあ剣舞持ってるわな。でまあここ不意打ちだと思うんですよね。入るね。しかしいや切り刻んってこんなパワーあるんだな。剣舞積んで一応半分ぐらい持っていけるっていう。ナットレーってやばかたいからね。 HB 特化するとミミッキュの、剣の前3回、つまり攻撃最大まで上昇したシャドウクロー耐えますからね。そんぐらい硬いからな。これやべえよマジで。ギャラドス、積みの起点にしようみたいなことかな。どうしよっかな。ここダイジェット打ってきそうだけどな。宿り気のタイム打ちますか。まあダイマックスはしてきそうで、ダイジェットしてどうのこうのって。ただ地震過剰ギャラドスじゃないから、こうかけれて素早さなんですよね、バフが。だからそれってどの程度なんだろうっていう気が。ダイジェットも一発ぐらい耐えると思うんで、言うて。え、ダイバーン持ってんの、嘘。それは知らない、それは知らない、それは知らないな僕。ちょっと弾だ、しかもマジか。確かに火炎放射って覚えたような気がしますけど、ちょっとここは少し早い展開になりましたが、ミミッキュさんに出てきてもらうしかない。あ、ここダイジェットしてくるかな。やべ、ちょっとミスったかもしんない。剣舞して上からダイフェアリーやればいいやって思ったけど、ここダイジェットですかね、もしかして。あ、ダイアイスなんだ。ダイジェット入れてない系かな。じゃあよかった。まあ、あられダメージはチクチク入りますけど、まあ、それよりもね、うん、まあなんとか。ダイアイスは氷はないですから。たま、なるほどな。ギャラドスな、ウルトラサンムーンの時は相棒として使ってましたけども、今作まだ使ってないんですよね。いや、ダイフェアリーでいいわ。ワンチャン取れるかもしれないから一発で。ダイフェアリー選んでたら取れてたのにっていう状況になったらすごく嫌だから。どうせどっちの技でも2体はしない。ギャラドスそんなに壊れてないから。パワーウィップ習得したのはなかなかあれですけどね。ギャラドス好きの僕からしてもなんかこうちょっとやりすぎではって思ったけど、いっけ。あー、ちょっと足りない、ちょっと足りないな。ちょっと足りなかったね。あ、まあ、ダイバーン、なんでダイバーンなんだ。ここのダイバーンの意味は何なんだろう、マジでわかんねえんだけど。これ何意識なんだ。次なんか晴れてた方が強いみたいなやついんの。ロトムか、次ロトムなのか。マジか、次ロトム考えたら一回大ウォール挟んだ方がいいかなと思ったんだけど、リュウマイとかされたら嫌だしなと思って。あ、でもリュウマイどうせ影打ちで取れんのか。ドリューズ、あー、多分これスカーフカッター破りドリューズだと思うんで、ここ一回大ウォールします。
一回大ウォールして、スカーフだったらもうこれで勝ちっちゃ勝ちですけどね。スカーフだったらこれ勝ちなんですけども、スカーフじゃなければまだわからん。おかげ打ちでタスキかな、スカーフかな。はい、いいダメージで、アイヘ、晴れてんのかな、鬱陶しいけど、晴れさえなければこれ確定で取れると思うんだけどね。ラプラスにアイヘじゃ多分、ただひるんだら負けか、これひるんだら負けか。ちょっともうやめて、マジでお願い、ラプラス、ラプラスお願いお願い、僕は信じてる、ラプラースいけー、おっしゃ、正義は勝つ、中ポケをぶっ壊す、やったぜ、いやー勝った、よーし来たースーパーボール級やったー、もう長かった、スーパーボール級になるのに、もうポケモンが下手くそすぎてずっとモンスターボール系でうろうろしてたもん。いやー勝った。いや、というわけでね、なんとかスーパーボール級に上がりましたんで、今後もね、ちょっとマスターボール級を目指して、ちょっとねペースは遅いですけども、上がるペースはなんとか頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。ではね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。